例えば軍隊の内容実もだからどういうふうに使うかって話が、うん、でどういう想定を置いてどのような軍隊なのかって話が、例えばもっと今フランスでもイギリスでもドイツでも全部軍隊入るんだ、例えばですけど、じゃあアメリカ軍ってイメージなのかスイス軍ってイメージなのか全然違うと思いません？いやいやいや、軍隊はとにかくアタックできるかどうかってこと、ね、盾と矛が両方持っていいかどうか、つまり今自衛隊っていうのは盾だけあるけど矛がない、ないのということはね、向こうから侵略された時にね、自分の国防圏内のところから追い出すことができるけど、そこから先行ってね報復ができないわけね、できない、だから報復ができない国っていうのは恐ろしい国だよ、つまり向こうから考えてみたら、ね、やたらに弱い国よ、そう向こうから考えてみたらね、侵略やり放題、ね、だって侵略しても絶対攻撃されないから、つまり領海から出ていかないんだから、そうそうそう、もういくらでも何遍でも現行みたいに何遍でも何遍でも侵略していいの、それでパーッと逃げたらもうあの絶対こっちリスクがない、それでいいの、だから中国はそれが分かってるから尖閣会議には行かない、入ってくる、奥田さんそれでいいの、分かってるから日本ができる、それでいいのかって、恐ろしい、だからその個別的自衛権の範囲がどこまでかって話にまた、いや今はっきりあの小林さん言うように敵が攻めていた時に、うん、了解をね犯されたら戦うけど、うん、了解から出てたらそれで終わりなんだ、だから僕は先制攻撃がすべきじゃないっていうこと、さっき佐原さんもおっしゃったように、あの侵略戦争は先制攻撃しないから、じゃあそ先制攻撃しないんであれば自衛隊じゃ軍隊っていうのは、まあ、考えてもいいですし、これから国民投票で決まる、それあとだからプロセスと僕はセットでない考えないとダメだと思ってるんで、うん、先ほどその今話し合ってて無駄ですよみたいな、決まりませんみたいな、無駄だって言ってんじゃない、無駄だって言ってんじゃなくて、意見が違う人は最終的に意見が折り合わないことがあるってこと言ってる、まあ折り合わないことがあってもやっぱり議論することは必要だと思う、うん、そうだ、議論した上で最終的にはやっぱり国民投票議論して決を取るから多数決なの、それについては結果的に、ね、少数派は、自衛隊は軍隊になってもいいかどうか、ちょっとじゃあちょっと分かりやすい説明を思いつきました、うん、はい、あのつまり立憲主義が脅かされてるっていうのは懸念としては分かるんですよ、だけど立憲主義がなんで守らなきゃいけないかっていうと、少数派がすごいひどい目に遭うと困るから、民主主義が暴走して多数が少数をいじめないために立憲主義ってあると思ってるんですね、これが政治学的な理解だけど、この安全保障をめぐる考え方って別に少数者が今のところ犠牲になりそうな人たちがいるわけじゃなくてなんですよ、いや具体的な戦争になったらそうなるかもしれないけど、今のところそうじゃないから民主的に決めましょうって言ってるのが安倍政権なんだけど、ちょこっとこの前の衆院選の時に集団的自衛権とかいうことあんま言わなかったから常に傷はあるけれども、だけど民主主義と立憲主義っていうの対立っていうのは、要は立憲主義は弱者を守るためにある、民主主義っていうのは国の在り方を決めるためにあるわけで、その民主主義で私が聞きたいのは、奥田さんたち含めね、みんな自衛隊持ちたいのか軍隊にしたいのか、同盟を持ちたいのか、それは分かんないって言ってる、安全保障の議論をやんないから分かんなくなる、うん、もっと言うとね、安倍さんがね嘘ばっかりついてるんですよ、最大の問題そこなんだ、例えば、うん、あの最初はなんで集団的自衛権やるかと、ホルムズ海峡をイランが機雷封鎖したら日本に石油やなんかが入ってこない、だからこの機雷を掃海すると、解除する、これがつまり集団的自衛権だと、田原さんそれが違って、集団的自衛権の、ね、集団的自衛権の量、例で最初に言ったのはここアメリカの、守ってもしょうがないよ、もう国会に行けなくなっちゃう、海外安全の、もう一つ、一つはね、ホルムズ海峡で、もう一つは、例えば朝鮮戦争が始まった、その時に韓国にいる日本人をアメリカの軍艦が救ってくれた、この軍艦が例えば北朝鮮内に何々に攻撃された時にそれを防護すると、こう言ってたわけね、ところがその後中谷防衛大臣は日本人が乗ってようが乗ってまいが関係ないと言ってたわけ、それから、最初のホルムズ海峡もホルムズ海峡は想定外だと、何言ってんだ一体と言ってることに矛盾がいっぱいね、皆さんありすぎるんだよ、だ
やっぱり最初に原則を、ね、示すべきだったんですよ。だから具体例は確かにその場になってみないと分かんないっていうのも分かるし、統治行為としてね、ある一定の政権にフリーハンドが必要な部分っていうのはあるんです。だから皆さん気持ち悪いかもしれないけど、本当に全部法律で定めようとするのは限界があるんです。だけど原則が示されないと、それを民主的に選ばないと納得できない。原則の決め方がなんかいい加減だった。いやでもそれはだから皆さんのおっしゃることは僕もすごく分かって、たださっきね、すでに傷があるって話もした、そして政権に一定のフリーハンド必要だっていうのも僕どっちも同意します。だけれどもでも多分もっと世論調査見てるとね、おそらくすねに傷じゃなくてもっと致命的な話じゃないかと思ってる人が多分多くて、要するに騙し討ち的な手法に見えるでしょ、実際にそうだったじゃないかっていうこと。とはい、ポリメント海峡とか、あとフリーハンドにしたってフリーハンドじゃをもう超えてるんじゃないのっていう、そこも含めてのこの反応ですね。アレルギーみたいな感じの考え方は津田さんとは若干違うけれども、そのフリーハンドのね、だけどここでね、そのすごく大事だと思うのは、国民だって分かってないって言ってるけど分かってる人結構いると私思うんですよ。これね、別にすごい数字の根拠じゃないんだけど、自衛隊は軍隊ではありませんと言って、でも軍隊なんですよ本当はって社会科の教師でずっと教えてきたんですよ。だからみんな教室で1回はね絶対聞いたことがあるはずなんですよ、中学校とかで。でその人たちが今までこうダブルスタンダードで、まあ私から見たらね、後ろさん軍人ですよ。だけど軍人の考え方には沿わないようなダブルスタンダードの、いや自衛隊軍軍協力って書いちゃったけど本当はいけないんですっていうような説明をね、自衛隊に強要してきたんですよ。でこれは不正義ですね。本当は自衛隊を作るときに憲法を改正すべきだったんだよ。そうなんです。いやでも例えば軍隊の内容実もだからどういうふうに使うかって話が、うん、でどういう想定を置いてどのような軍隊なのかって話が、例えばもっと言えばフランスでもイギリスでもドイツでも全部軍隊あるんです。軍隊例えばですけど、じゃあアメリカ軍ってイメージなのか、スイス軍ってイメージなのか、全然違うと思いません？軍隊はとにかくアタックできるかどうかってこと、ね、盾と矛が両方持っていいかどうか。つまり今自衛隊っていうのは盾だけあるけど矛がないないということはね、向こうから侵略された時に、ね、自分の国防圏内のところから追い出すことができるけど、そこから先行ってね報復ができないわけね。できない。だから報復ができない国っていうのは恐ろしい国だよ。つまり向こうから考えてみたら、やたらに弱い国よ。そう、向こうから考えてみたらね、侵略やり放題、ね、だって侵略しても絶対攻撃されないから、つまり領海から出ていかないんだから。そうそうそう、もういくらでも何遍でも現行みたいに何遍でも何遍でも侵略していいの。それでパーッと逃げたらもうあの絶対こっちリスクがない。それでいいの。だから中国はそれが分かってるから尖閣会議には行かない入ってくる。奥田さんそれでいいの。分かってるから日本ができる。それでいいのかって。だからその個別的自衛権の範囲がどこまでかって話また。いや今はっきりあの小林さん言うように敵が攻めていた時に、了解をね犯されたら戦うけど、了解から出たそれで終わりなんです。だから僕は先制攻撃がすべきじゃないっていうこと、さっき相良さんもおっしゃったように、あの侵略戦争は攻撃しないから、じゃあそ先制攻撃しないんであれば自衛隊じゃ軍隊っていうのは、まあ、考えてもいいですし、これから国民投票で決まる、それあとだからプロセスと僕はセットでない考えないとダメだと思ってるんで、うん、先ほどその今話し合ってて無駄ですよみたいな、決まりませんみたいな、無駄だって言ってんじゃない、無駄だって言ってんじゃなくて、意見が違う人は最終的に意見が折り合わないことがあるってこと言ってる、まあ、折り合わないことがあってもやっぱり議論することは必要だと思う。そうなんだ、議論さんも意見で書くと国民投票ということになるんじゃないですか。議論して決を取るから多数決なんで、それについては少数派は自衛隊は軍隊になってもいいかどうか、ちょっとじゃあちょっと
分かりやすい説明を思いつきました、うんはい、あのつまり立憲主義が脅かされてるっていうのは、うん、懸念としては分かるんですよ。だけど立憲主義がなんで守らなきゃいけないかっていうと、少数派がすごいひどい目に遭うと困るから、うん、民主主義が暴走して多数が少数をいじめないために立憲主義ってあると思ってるんですね、うん、これが政治学的な理解、うん、だけどこの安全保障をめぐる考え方って別に少数者が今のところ犠牲になりそうな人たちがいるわけじゃなくてなんですよ。いや具体的な戦争になったらそうなるかもしれないけど、今のところそうじゃないから民主的に決めましょうって言ってるのが安倍政権なんです。だけどちょこっとこの前の衆院選の時に集団的自衛権とかいうこと、先制攻撃じゃなくて、先制攻撃しないから、じゃあそ先制攻撃しないんであれば自衛隊じゃなくて軍隊っていうのが、まあ、考えてもいいですし、これから国民投票で決まる、それあとだからプロセスと僕はセットでない考えないとダメだと思ってるんで、うん、先ほどその今話し合ってて無駄ですよみたいな、決まりませんみたいな、無駄だって言ってんじゃない、無駄だって言ってんじゃなくて、意見が違う人は最終的に意見が折り合わないことがあるってこと言ってる、まあ、折り合わないことがあってもやっぱり議論することは必要だと思う、うん、そう議論した上で最終的にはやっぱり国民投票っていうことになるんじゃないですか、議論して決を取るから多数決なんで、結果的に、ね、少数派は、自衛隊は軍隊になってもいいかどうか、ちょっとじゃあちょっと分かりやすい説明を思いつきました、うんはい、あのつまり立憲主義が脅かされてるっていうのは、うん、懸念としては分かるんですよ。だけど立憲主義がなんで守らなきゃいけないかっていうと、うん、少数派がすごいひどい目に遭うと困るから、うん、民主主義が暴走して多数が少数をいじめないために立憲主義ってあると思ってるんですね、うん、これが政治学的な理解、うん、だけどこの安全保障をめぐる考え方って別に少数者が今のところ犠牲になりそうな人たちがいるわけじゃなくて、うんなんですよ。いや具体的な戦争になったらそうなるかもしれないけど、今のところそうじゃないから民主的に決めましょうって言ってるのが安倍政権なんです。だけどちょこっとこの前の衆院選の時に集団的自衛権とかいうことあんま言わなかったから常に傷はあるけれども、だけど民主主義と立憲主義っていうの対立っていうのは、要は立憲主義は弱者を守るためにある、民主主義っていうのは国の在り方を決めるためにあるわけで、その民主主義で私が聞きたいのは、奥田さんたち含めね、みんな自衛隊持ちたいのか軍隊にしたいのか、うん、同盟を持ちたいのか、それは分かんないって言ってる。安全保障の議論をやんないから、うん、分かんなくなる、うん、もっと言うとね、安倍さんがね嘘ばっかりついてるんです。最大の問題そこなんだ。例えば最初はなんで集団的自衛権やるかと、ホルムズ海峡をイランが機雷封鎖したら日本に石油やなんかが入ってこない、だからこの機雷を掃海すると、解除する、これがつまり集団的自衛権だと。田原さん、それは違って、集団的自衛権の、ね、集団的自衛権の量、例で最初に言ったのはここでそんな守ってもしょうがないよ、もう国会できるようになっちゃった。もう一つ言う、もう一つ言う、もう二つ、一つはね、ホルムズ海峡で、もう一つは、例えば朝鮮戦争が始まった、その時に韓国にいる日本人をアメリカの軍艦が救ってくれた、この軍艦が例えば北朝鮮内に何々に攻撃された時にそれを防護すると、こう言ったわけね。ところがその後中谷防衛大臣は日本人が乗ってようが乗ってまいが関係ないと言ったわけ。それから最初のホルムズ海峡もホルムズ海峡は想定外だと、うん。